琴藤川ダムは、二級河川琴藤川水系、琴藤川元川の中流、山口県宇部式田に建設されたダムである。琴藤川水系の本流である琴川と、支流の大田川の合流点に建設された、包み高38.8メートルの重力式、コンクリートダム。河川総合開発事業によって建設されたダムとしては、初期の事例であり、日本においては行動ダム。 二級ダム、沖浦ダム、相模ダムに次いで5番目に完成した歴史のある都道府県営ダムである。貯水池の名前は、小野湖と呼ばれる。古東川は、上地域の水源として、昔から重要な役割を果たしていたが、1939年に西日本一帯が大規模な干ばつに見舞われ、古東川流域においても深刻な被害をもたらした。このため、 古東川流域に安定した農業用水を供給する必要に迫られ、山口県によって高級対策事業として計画されたのが古東川ダムである。だが、宇部鉱山、小野田セメントなどを要し、重化学工業地帯として栄えてきた宇部都市県における工業用水の安定供給のために水源の確保の必要性も叫ばれた。こうした経緯から山口県は河川を 総合的に開発して、地域開発に寄与するという河川総合開発事業を、青森県と並んで全国に先駆けて計画。第1期西木川総合開発事業、木屋川総合開発事業に続き古藤川、総合開発事業を1940年に計画し、治水計画も加えた多目的ダムとして、ダム工事に着手した。当初は1943年の完成を、 予定していたが、選挙区の悪化により、資材が枯渇、一時工事が中断した。戦後、宇部高山による資金援助を受けるために、宇部高山所有の琴川発電所による水力発電目的を付加した。ダムの総工費は、当時の金額で約2億200万円であったが、このうち発電事業費とは別に発電専用費として、約九千二百万円が計上されており、その大半は、 宇部高山より拠出されたものである。これにより1948年5月にダム工事は再開され1949年に本体は、竣工最終的にすべての事業が完成したのは1950年3月である。ちなみに戦前に着手したダムが完成を前に一時中断を余儀なくされたのは近隣の木屋川ダムでも起きた話である。完成当初は、 沢川ダムや木屋川ダムと共に県内でも有数の規模を誇るダムであったが、その後の高度経済成長に伴い水需要が逼迫した。しかし、地形的に停滞のかさ上げなどダム再開発事業により容量の拡大が困難な場所にあることから古東川ダム単体での再開発を断念。新たに隣接地に利水目的に限定した宇部丸山ダムを建設し、 両ダムの間に連絡水路を設けて、連携運用を行っている。2021年8月14日の集中豪雨時には、水上昇が見られたた,ため、異常洪水自防災捜査が行われた。宇部丸山ダム。古東川ダムの水はここで調水され、宇部市の工業地域に供給される。ダム岩の河川施設群。宇部鉱山、古東川発電所。 山口県企業局二股税発言所、古東川工業用水道古東川ダムは、古東川の治水、宇部市や山陽小野田市への利水を目的とした多目的ダムであり、宇部、山陽小野田漁師の貴重な水がである。まず治水目的であるが、洪水調節については、古東川大橋地点において計画降水流量を、毎秒千七百七十トンから毎秒千四百七十トンに、 抑制させる。また、古東川流域における完了水利り分の農業用水を毎秒2.768トン補給する不特定利水を供給する。一方利水については、宇部市と山陽を野田市に毎秒92,700トンの上水道を補給する。ほか、山口県企業局が行う古東川工業用水道事業の水源として、宇部。 山陽小野田漁師の工業地帯へ、日量25万千トンの工業用水道を供給する。古東川工業用水道事業は、現在は隣接する宇部丸山ダムとの連携と、水道施設の改良及び伏線化によって、工業用水の安定供給を図っている。さらに、古東川沿岸の新規農地777ヘクタールに対し最大で、 毎秒2.4トンの灌溉用水も補給する。宇部市、山陽小野田市の水道部局及び民間企業間で宇部鉱山障害部長を長とする琴岡川工業用水利用者協議会が組織され調整業務に当たっている。水力発電も行っているが、ダムに関連する水力発電所は2箇所存在する。一つは宇部鉱山が管理する古藤川発電所であり、 窒素工場へ送電するための自家発電設備として1950年2月15日に完成した。認可出力は 4000kW、年間発生電力量は 12,156MWh である。民間企業が水力発電所を保有する例は、王子製紙や日本系金属など類例があるが、多目的ダムを利用した例は極めて少ない。一方、 山口県企業局の管理する二股税発電所は、基本的に、古東川工業用水道の水量を利用した、ダム管理用の発電設備であり、認可出力も610キロワットとマイクロ水力、発電並みである。小野湖、古東川ダムのダム湖は、水没した地域の旧村名である、朝群小野村にちなみ小野湖と名付けられた。水没保証に伴う移転家屋は169戸。 買収用地は165.1ヘクタールに上り、その多くが湖畔に位置する現在の上塩の地区に集団移転した。なお、この水没規模は現在であれば水源地域対策特別措置法にまず間違いなく指定される規模であり、多目的ダム建設に伴う住民の集団移転事例としては初期の事例である。おの湖の砂岩を国道490号が通過し、 萩市と宇部市を短絡するルートとして利用されている。小のこの右岸は、山口県道217号小の木田線が通過するが、福音が狭く、交通困難な区間が多い。また、山口県道230号伊佐き部山口線が、小の大橋で、小のこを横断している。小のこはその湖面の広さ、さらには湖面へのアクセスのしやすさから釣り客が多く、訪れる場所となっており、特に、 バスフィッシングに訪れる客が多い。湖畔には水産大学校の林湖実験実習場が設けられ、水産大学校生物生産学科の授業に使われている。また、ボート競技の練習場としても使われているほか、毎年夏には、宇部市北部地区の活性化、古藤川及び中国自動車道を軸とした地域交流、連携の促進を目的として、 小野湖交流ボート大会が開催され、多くの参加者で賑わう。こうした地域における重要なレクリエーション施設として、広く利用されることになった小野湖は2005年3月16日、宇部市の推薦を受けて、財団法人ダム水源地環境整備センターのダム湖、100選の一つに認定された。なお、宮崎県小林市の大淀川水系本庄側に建設された。 両南ダムの人造庫もおのこと命名されている。ありがとうございます。